するしない？どうも、ひなたいこです。今回も麻雀の匠松本プロの麻雀たくさん見せていただきたいと思います。それではどうぞ。ドン4局日本馬開始してください。皆さん手早く開けてください。教卓が3本ドラがパーワンです。松本さん、ペーチャですね。はい、教卓と本場って意識されます？まあ、僕基本的にはちょっとあるなぐらいにしか思ってないですあ、なんかあそこに棒あるな。そう、まあでもちょっと3000点ぐらいじゃちょっと僕は微動だにしないんですけど、うん、お、今回はなんと3000点は3000点と600点ついてきます。なかなかですね。はい、ってことはで、しかもね、今回まあこのルール、はい、トップが偉いルールってことなんで、このハイパイ、はい、このハイパイ来ました。どうですか？かなりいいですね。まあ、クイタンも見えるしみたいな感じなんで、まあクイタンかトン重なっての役牌で、まあこのトップ目の親を潰して、はい、3600点を取りたいと思います。ってことはなので、序盤からポンチあります？あります。これポンチするつもりです。貫老ピンだけ、ここ、ね、あ、オンリーですか？今は泣こうと思ってますね。これは関数層はね、一応ここスチワのタツって、はい、ここがまあ一応メンツの候補なんで、まあどっちかというとそうしたらウーソーがジャント候補になるんで、まだ分かんないですね。触らないか。なるほど。結局的に貫老ピンはね、結構急所の一つではあるんで、今回は、まあ、トン重なったらちょっと嬉しいんで。まだトン4局ですからね、はい。まあ、ダブトンから先に切るって作戦もあるんですけど、うん、まあ、今回はまあ1段目の2段目多分次切ることになる、次か次に切ることになるんですけど、まあ、今回はね9番、単葉にも厄介にもそんなに必要そうな9番からいきます。自分がトン重なっても嬉しいということですね。そうですね。今回はこういう時にね、3600点落ちてる時にこういう動ける手配来るとちょっと嬉しいですね。確かに今回ね、うちに寄っていて、うんうん、柔軟な形ですよね、うん、親の現物な、うん、こうなった時にまあちょっと単野を消えますけど、あらあら、まあ、ピンフとか一通で伸びる可能性はあるんで、はい、今回はそうですね、トン重なったらまだ嬉しいんでシャーから切ります。自分に関係のないシャーを選んだ、うん、役牌並べてますね、親は。そうですね、勝つと切っています。まあ目いっぱい上がりたいですからね、この手は。対面もね、1と9を並べている。うん、まあなんかやっぱ僕のイメージだと教卓多い時はやっぱ単野を狙いが多いイメージありますね。やっぱ身軽ですか、その方が。そうだと思います。急走もね、はい、これ単野にもいらないんで切っています。どこまでね、周りの打ち手も目の色変わるのかも、うん、そうですね、打ち手にもよりますけれども、やっぱりね、自分の手配、やっぱ手配を相手を読むときって自分の手が悪いときに結構考えることのが多かったりしますね。あ、確かに。いいときはね、補充が一番嫌だっておっしゃってましたもんね。悪いときに補充するのが一番ダメで、うん、こういういいときにまあ、もう上がりたい値なんで、まあ、どっちかというと、まあ、考えるんですけど、それでも相手の手出しとかは、うんうん、でも自分のこと大事にってことですね。そう、優先した方がいい気がしますね、うん、これも同じ理由で切ります。ムラズモが続いている MJ みたいなムラズモが続いてしまったまだ泣けるような牌もね、神茶からは出てきません。うんうん、まあ、今のところ全員普通ですね。もう上がりに向けて一直線で変則点の人もね、やっぱ変則手って高い手をちょっと上がりたいし守備力もつけたいから変則手をやるわけじゃないですか。でも今回はちょっと3600点ですでに高い手が落ちてるので、うん、上茶がペンチャン外しですか。そうですね、まあ、でもこれも対応になってるんで、しかも9、8って切ってるんでね、8を重ねたがってるようにも見えますね。わかんないけどね、そんなにまだ気にしなくて良さそうです。まだ気にしないです。もうこれよりもドラきましたけど、ここはねもう目いっぱいネックですね、ドラキオンネック入ると嬉しいですが、はい、とりあえずね、キューピンも親の現物、2人の現物なんで、キューピンは残してトン切ります、はい、もう単葉のターツが足りたんで、これね、うん、ポンする牌とチーする牌増えました。お、どれですか？カンチーワン、ウーワン、ウーソー、ツーソー、ローピンです。かなり増えました。目いっぱいに増えましたね。ジャント候補がね、あっちもこっちも2つになったんで、うん、カンスーソーの部分を、そしてウーソーのジャント部分が壊れちゃってもいいですよっていう、はい、フォローが効きますね、うん、
これもうね、かなり僕は目いっぱいいきますね。まあ、そこでまあ、何でも書いても泣けばいいってもんじゃなくて、これ愚形がいっぱい残ってて、はい、まあ僕がさっき言ってたリーチへの最短速度がちょっと遠いんですよね。なので、これ面前でリーチするの結構厳しいんで、だったらもう泣いて、仕掛けていこうと。ドアしたぜ。すごいいい感じにお気持ち出てて、実際に RTD で打ってる時も心の声それくらいこう盛り上がってるんですか？いやもう来たーって言って言いたいんですけど、まあさすがに言えないんで。だってもういやでもいいですね。今日は好きなだけその感情も言えますから。あんまこういうの言うことないんで、報酬した時はもう本当帰ろうかと思ってるんですけど。今日は言えますよ。嬉しいよ。めちゃくちゃ嬉しいですね。どうします？はい。まあ、9ピンが2枚切れてる、パーピンがちょっといいのは、うん、もう目の超えた視聴者の方もわかるかもしれないです。パーピンが欲しい。ってことは？で、まあ、パーピン欲しいんですけど、まあ、釣りチーした時に絶対役割のテンパイが取れる9ピンをここは切りたいと思います。やっぱりそうですよね。はい。そして安全な9ピンがさよならですね。そうなんです。まあ、でもこうなったらもう安全度度外視で、うんまあ、今タイヤオドライチ2000点は2600点は5600点みたいな早いそうこの高い手をね今曲がりたいんでもう前ポン前チでねついてきますシャンテンです、うん、アイアンでスーワンでしたね出だしこうなった時にね多少手配が相手やべえって言っても手配狭めることがないじゃないですか、ね、なのでありますもん、ね、やっぱ手配読むのって攻撃にも使えるんですけど、まあ、守備が一番使うに値するものだと思ってて身を守るために、まあ、そうだから手配が悪い時こそ手配は読むべきものであって手配がいい時こそもう自分の手中心でいいかなと僕は思います。いやでもすごい大事分かりやすいしすごい簡単に来たそう簡単に来ましたね。 2回連続です今僕運がいいんですよ。すごく運がいい方なんで、まあ、今回はねりますかこれはね難しいですね、まあ、この状況も含めてそうなんです、はい、これはねウーワンに横伸びがあるので、まあ、ソーズも横伸びあるんで、まあ、関数層にするかシャンポンにするかなんですけど、まあ、9ワン切っちゃってるのがミソなんですよね。ねピンズはちょっと狭くなるか、うん、ただ振り点受けだったりとか69ワン引くかもしれないんでこれはね、まあ、普通は3増切りがもうオーソドックスかなって思いますし、うん、マジョリティな気がします。うん、ローソーを引いてもいいし、まあ、いい装備機とかは全く嬉しくないので完全ゾの役なしになっちゃうのは、まあ、嬉しい牌がこっちの方が多いんで今回はシャンポンテンパイと、はい、まあリーチはしないですね。リーチはあの、まあ、今回は上がりにくい街と手代わりが多いんで手代わりした時のもうこれは最終形だろうと思うような形ってリーチ打つんですか？リーチ打つことありますね。ただスーワンを引いたときに振り手のサブロー9ワンにするかを今悩んでますね。パワードラのパワーを切ってサブロー1の面タッピーにしちゃおうか。三面ちゃんでも振り手のそう出上がりができない9ワンがねもう1枚切れてたらかなりサブロー1にするんですけど、うん、現状2枚ですもんね。そうなんです。ポン積もりります。はい それだけちょっと悩んでます。おあなんとここで、うん、トンに本の声やめてほしいですねいいですね、うん、多分自分で打っててもかなりそうやって思う時あるんですけど言えないですもんね。そうやめてくれよって思いますね。うもう俺張ってるんですけどね。俺張ってるぜって言いたいんですけど言ったところです、うん、ですけどね、うん、これですね。ああ言ってた通りに来ちゃった、はい、これ、はい、ね今さっきちょうど話したの9番が今3枚目そうなんです見えました。ってことはですか。なので僕はリーチ。おなんとこれねやっぱ出上がりが聞けないのは効かないのはもうちょっと痛いので、うん、まあここドラのパワー怖いですけどもしかしたらねこれ9889って持ってて8統一かもしれないですけど、はい、リーチ通りましたドラの代わりにリーチを手に入れましたね、はい、そうリーチ。さあここでこの最終形はリーチの判断をしました。そうですね、仕掛けが入った中ですけどしっかりここでドラを切って戦うんですね、うん、そうですね。これはまあもちろんあの2000点とか2600点で強弱取った方が上がりやすいかもしれないですけど、うん、それで満足してるわけじゃないんでこれ羽マン満貫にして中筋のローソーなんでさらに加点したいところではあるんで、うんまあ、ドラのパワー持ってたら羽マンもっとあるかもしれないですけど、いやちょっとあれもらって終わろうじゃなくて大きくドーンといくのがいいですね、うん、そうなんです。押し返してきた時にこのサブローマンを捉えたいんでリアルな声が続々と、まあ、これでね相手の出方を押してますね、はい、親は、まあ、こうなった時にね、はい、サブローマンが打たれるかもしれないじゃないですか、うん、それをやっぱ捉えられないで押し返されるのはちょっと怖いかな。なんかリーチ
ちの判断で周りの手も止まるかもしれませんね。うん、そうリーチの判断で、まあ、終盤とかになったらね、もうあの補充するかもしれないかもしれないんだったら、あの次の曲もう一回やろうよみたいになるかもしれないんでなるほど。そうやっぱリーチはね、これ闇点にすると黙手にしてリーチかけないで好き放題やられちゃうよりは、まあ、たとえ上がれなくなってもこれは結構リーチ打った方がいいかなと思います。うん、まあ、これでもサブロー Q1 にするよって人もいるかもしれない、残り1枚。うんうんうん、僕はちょっとパワン切りのサブロー1の方がおすすめかなと。やっぱりこの9の1枚差ですか、最後は。うん、そうですね、まあ、Q1 振り点、まあ、最初の Q1 は結構タイヤを狙ってたんでしょうがないかなと思うんで、サブロー1は場には1枚も見えてない。体感どうですか？体感は全然わからない。の全然わからない。未知数。まあ331とか持ってる人第一で言わんとあんまないんで、ここ3万ちょっと持ってなさそうって思うけど、ここマンズの情報全然ないんで。本当ですね。なんで全然わかんないですけど、まあここはねもう街の枚数なんて関係ないっす。うん、薄そうとか、たまにこれは馬強が悪いからマンズが高いからマンズはリーチしないっていう人いるんですけど、それはもう僕は本当に間違ってるかもって思ってて。皆さん聞きましたか？そう、打点に変えられるものじゃないんで、だってサブロマンはね、別に思い出と一緒ですね、ま、7枚プライスです。そう、プライスです。7枚切れてても、はい、1枚を一発で積もるかもしれないんで。確かに、ゼロじゃないですね。そうなった時にね、この手を700、1300ですっていうのすごいもったいないんで、関係なく自分のリーチする手はリーチした方がいいです。うん、そして親が悩んでます。怖いですね。お、悩んで GP、 これは通っていない。はい、まあ、とりあえずね、これなんかパーピン、キューピンって来てる、チーピンって来てるんで、まあこれ降りてはいないことはまず間違いないですけど、こうなんかまあこっちはちょっと受けてるかもなあっ、ドラー来るか。お、チー来た。おお、さあパーワンを仕掛けたい。ダウーピン、確かにこれ来てますね。来てますね。まあ、キューピン切ってて振り点のファン、まあ、カンローピンに寄せてたってことは、まあ、ちょっとタイヤをですね、大体この薬杯は。薬杯もまた全部切れてるのかな、全部切れてるんで、まあ、タイヤをメインの手配です、ね。なるほど。こいつは危ないんじゃないですか。通りました。さすがにもうね、カンローピンのターツ外してドラムパワー出て押されてるんで、まあ、テンパってるのはほとんど間違いないかなって感じですね。めくり合いですか。めくり合いですね。なるほど。あとはもう、あとちょっとね、周りは受けていそうですか。もう受けてそうですね。うん、今のところはとりあえずテンパってるそうな人はいないかなって、ここ以外になっちゃう。うん、あとはもう、はい、ここで重要なのはもうちょっと今危ない言葉言おうとしたんでぜひやめていただきたい。あ、でもピーってつくんで大丈夫。そう、はい、いや、あとは被害びっくりした、なんてこと言うんでしょうか。その気持ちを忘れずに僕は毎回積もってます。まあでもやるかやられるかですもんね。そうです、本当にもう勝負の世界なんで、生き物と一緒ですからね。そう、はい、ここで上がれたらいいなって思ってるようじゃ引けないですね。上がってやるぞという気持ちも、まあ、あんま変わんないんですけど、はい、でもその気持ちの感情論結構好きなんですよね。そう、僕好きなんですよ。コウさんだとあんまりちょっと伝わらなかった。そう、何言ってんのって言われちゃう。はい、はい、そういうのないからって。あと相手が積もるときにやめろと思うことで、あ、お祈り。そう、お祈りするんで。大事ですよね。僕たまに RTD とかでもありましたけど、はい、たまに目つぶってますからね、相手の一発目の積もりが。それは何？お願いだっていうのとちょっと怖いっていう感情とか混ざってる。いや、バシンと音がするのが怖くて。あ、いつもですもんね、大体それ。そう、ああみたいな、でらやめてって思った後はよかったみたいな。たまにやります。可愛いところが結構たくさんあるんですね。でもあんまカメラ抜かれてないんでバレてないんです。怖いじゃないですか、一発目のつもり。切り替わりますよ、そんなこと言ってたら。やばいですね、あいつ一発目どんどん、ね、シパシパしてるところが。もう最後のつもりになっちゃったよ。どうでしょうか。さあ、いるか。危ない。そう、通りました。筋あれ、最後は背景ですね。なんと上がりきれず。いや、僕今日一回も上がってないんじゃないですか。撤廃量はありましたね。じゃあ流局使い切られてますか。親と松本さんの2人撤廃という結果になりました。いや、今回もいろいろありましたけれども、親の
打ち回しも見事でしたね。いやこれ見事っぽい顔、あの捨て牌と可愛いなと、あの手牌になったんですよね。本当ですね。いやなんと今回もまた供託が増える結末となりました。でも転牌料はいただけます。さあ最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございます。次回もお楽しみに。